どうもこんにちは、まなです。皆さん、牛はお好きでしょうか？まあ、牛って、まあいいですよね。あの、食べれるし、飲めるしっていう残酷。はい、まあそんな感じで今日は牛のコスプレをしていきたいと思います。イエーイ。牛のコスプレ？牛のコスプレです。はい。で、まあこちらですね。こんな感じで牛の、まあ、なんだ、あの かぶり物、うん、かぶり物。これなんだ、靴下かな。なんかね、ちゃんと靴下とかも入ってるね。すごくない？で、これが下？あ、違う、これが胸だ。これ移動できるの？自分の位置に合わせて、うん、できる、できる。できなかったらちょっとあれじゃない？あ、そっか。で、これが首輪かな？じゃない、スズアンドラえもんみたいに、あれじゃない？これが下かな？え、下ちっちゃいろいろあるな。うん、これ腕かな？腕につくやつ？あ、で、これがなんか、あの、前掛けじゃなくて、何、あの、エプロンっていうの、あの、なんかよく下にさ、つけるじゃん。うん、そんな感じのやつ。なんかさ、マナってさ、かぶり物って言ったりさ、前掛けって言ったりさ、なんかちょっと時代が違うよね。時代が昭和な感じがする。で、これが尻尾。どうやってつけるんだろう。あ、なんかあるからつけられるのかな。で、あとがこれも首かな。ここにこうつけて。めちゃめちゃあるね。多分これをつけてからこれじゃない、ね、尻尾どうやってつけるのそれ。なんかここに、何あるのよ、通すやつが。うん、だから多分どっかに通せんのかな。パンツしかなくない、そうなる。あ、これじゃない、このどれどれ、ボタン。わかる？わかんない、どれ。わかるかな、このボタン。これ、これに多分こうつけるんだよ。あ、でもちっちゃ。え、大丈夫かな、つけられるのかな。まあまあ。多分これは靴下。わ、すごい触り心地が気持ちいい。ちゃんとしてる靴下。うん、ちゃんとしてる。お牛柄。かわいいじゃん。いいね、これ。その靴下だけでもかわいいと思う。あ、うん、ね、プライベートでさ、かわいいよね。うん。で、まあ画像は、まあ一応この辺に貼っとくんですけど、まあこんな感じになるかはちょっとわかんないですけど、あの、私のスタイルとあのこの人のスタイル全然違うんで。そうね。まあでも、まあまあまあ、あ、うん。手とは、一個は足だね。三つぐらいあったのよ。足にもつけるの？そう、足にもつけるみたいな。へー、まあ、片方だけだけど、まあでも、うん、牛になりきります、頑張ります。いきます、まあ、なっちゃう。変身トーン。はい、完成しました、牛。どうかな、いいと思うんだけど、私的に。そうね、やっぱその靴下は可愛いね。可愛いね、ちょっと後ろはアウトかな。後ろはアウトだね。無理だね。いや、でも前は大丈夫でしょ。そうね、前では全然多分大丈夫だと思う。可愛、うんうん、いね、これ。可愛いね。ちょっとあれだ。何？ちょっと今ギリギリだった。ギリギリだった。先に確認しようぜ。うん。いや、でもあれだね、可愛い。あの、思った以上に悪くない。うん、全然可愛かった。うん、全然ありじゃんって、いけるじゃんみたいな。うん、なんか牛だからもうちょいなんかあれなのかなって思ったけど。だからもうガリガリな牛になりそうだ。でもやっぱこの靴下かな、一番可愛いな。これ普通のさ、服装にも合いそうだよね、ワンポイント、うん、いやでも難しくない。ない？なかなか合うやつ、ある？逆にあったらすごいけど。それ鈴ちゃんとなるの、首。おお、なるんだ。なる。し
かもこれなんかね、あの星だかなんか書いてあったりして星、うん、星型にこうなってた。地味におしゃれだね、うん、はい、こんな感じで、まあ、牛のコスプレしてみたんですけど、まあ、どうでしたか？うん、私的には全然あり、うん、もう靴下もいいし、あとなんか これも可愛いし、まあ、これは普通だけどなんかさ、マナさ、腹割れた？腹筋がなんかうっすら見えてる気がする。そう、うん、わかんないわ、私自分では。すごいね、頑張ってる成果じゃない？え、自分でわかんないんだけど、本当に？うん、まあ、久々に見たからかな、なんかすごい腹がさ、引き締まって見える。本当？まあ、牛としてはちょっとアウトなのかもしれないけど牛だったらもっとボインって、そう、ボインの方がいいね、牛だったらなんか、ガリガリの牛だな、みたいな、ね、これやばい、殺処分されてる牛だよ、多分殺処分ですかいや、でも、うん、全然ありだわ、うん、いいね、全然いい、コスプレいいわ、かわいい、私好きクラブとかにいそう、あの DJ じゃないけどさ、クラブとかそういうところにさ、踊ってそう、ね、ノリノリでやばいやつや、牛で踊るとかはい、まあ、もし気になった方は買ってみてはいかがですかじゃあ今日はこれで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。